さあさあ皆様方、戦はまだまだ続いておりまする。これよりさらに士気を上げてまいるため、勝ちの木と参ろうぞ。勝ちの木と申しますのは、戦勝祈願、勝ち戦を願ってあげるものでござりまして、手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと、みたび声を上げるものでござりまする。皆様方は、えいえいに続いて、おーと、元気な声を返してくださりませ。よろしくお願いいたしますね。それでは早速やってまいりまする上、はい、皆様方、右手の拳を掲げてください。さあ、右手の拳でございます。ありがとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。やってまいりまするぞ。それでは参りますぞ。はい、見るもの勝ちだけじゃそれ。えいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし部招待は400年前より蘇りし者の集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方に、たくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に刀が蘇る。ここはどこじゃ。幾様にござる。ここは沖狭間か。違い申す。ここは三方ヶ原か。違い申す。では今日はさ、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違いまする。ではどこじゃ。日の本の国、令和の世の合戦場にございます。面白い。皆の者、出陣じゃ。おお、拍手は小さいじゃろう。おっとじゃ。
ここで拍手。天下太平の築き初代の幕府将軍皆の者、まずそのわしが徳川家康。その才覚で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭豊臣秀吉。さあ皆の衆、足が見えたら手を振ってちょう。さあ元気よく手を振ってちょうよ。そうじゃそうじゃ、さあさあ手を振ってちょう。レフ後ろの方も見えとるでね。おいおいおい振ってちょう。ありがとうさあ。うわっ、いやーうわっ、うわっ、いやーうわっ、おれおれ、わしが上から行こうとしとるのに上から来たらいかんがねえ。なあみんなもそう思うじゃろ。おれわしの味噌を取ったら勝て。すいません、キャリー、わしの勝ち。おりゃたち夢持つならどえりゃ夢持ってちょうじゃ。このわしを見てちょ。生まれた身分なんて関係ないがね。皆の衆、わしとどえらい耳を前、戦国一の出世頭わしが太閤豊臣秀吉じゃ。はあ、皆の者、勝利の前祝いじゃ。勝ち時を挙げお前。はあ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死になるか、幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではにゃか。我ら名古屋おもてなし武将隊参る。Thank you.
はっ。この者たちにも大きな拍手を。まさあ忍者隊統領が服部半蔵に問う。はっ。主の主君は誰じゃ。家康様でございます。その通りであるわな。はっ。秀吉殿、方法は何じゃ。本大将であらせられる秀吉殿の本主君とは織田信長様ということで、こたびは写真撮影の儀特別版じゃ。おお、なんだなんだ。音が聞こえてきたということは、そう、織田信長殿が後ろから登場するわけではないわけではないが、本日は5月の12日太鼓殿下、これはどんな日でござるか。今日はなんと、いやあ、今年の主君織田信長様の生誕日でござる。ありがとうござる。夏や特別にあれを開けよう。あ、秀吉殿、よくお似合いでござる。ありがとうございます。織田主君の顔、主君信長様、ご生誕日、はは。さあ、改め、信長殿、本日のご生誕日、おめでとうございます。おめでとうございます。上に向かってるけど、天敵からです。今は、さようさよう田んぼの、この開墾を終えた後に、ルートスタジアムになる。ほう、先ほど三平が申しておったグランパス殿の戦に、大戦に向かっておるということでござる。なるほど、その険しの思い、信長様。さあ、そしてもう一つあるわな。常日頃我らが掲げし言葉はこちらじゃな。ようこそ名古屋へ。ようこそ来てくれた。ありがとうござる。ということで、こたびは特別版にて正面、右、左と3箇所、こちら信長殿の生誕を破べくが皆で写真、そして拡散をいたしてくれと、拡散の術と申しておったでな。そういうことじゃろ。そういうことじゃろ。そういうことです。さあ、ということで正面から参る写真撮影の儀、いざ開始じゃ。5つ、4つ、3つ、2つ、1つ。いう人の格別の笑顔、仕方を収めよう。一、しまいじゃ。ありがとうござる。さあ、続いてはこちら方。さすが信長さん。さすが信長さん。迷うとござりますが、これの荒くりに収まってもかっこよろしいということで、いざ参る。5つ、4つ、2つ。だんだん上がってきたんじゃけど、わしの身の丈だ、映らねえ。これはしまいじゃ。ちなみにわしも清正も映っております。信長様しか映ってないわ。信長殿が映ればよいということでござる。気づかず申し訳ございません。ただ怖いのは、こう白い上にこの信長様の首、本大将の首が掲げられたみたいな。生誕日と申すか、もうこの亡くなられた日のようになりますな。そうなってしまうと怖いな。ならんならん。ではこちら方、5つ、4つ。そう、わめくでない。今日は生誕日じゃ、祭りじゃ。楽しんで参ろうぞ。怖くないぞ。生首ではないで、信長殿の写真だで。これは作り物だで。怖くないぞ。2、1、いつの間にか来てまいじゃ。実物の、実物の方が怖いでな。気をつけてちょうよ。確かに実物の方が覇気を感じられる、そういったお姿ですな。わしこれ持っとくわ。ということで、写真撮影の儀、しまいじゃ。半蔵、前へ。はっ。この後は、この後は15時45分頃まで、あちらの二の丸広場の奥側を客人から見て、右手の方にて、おかげの方にて、何人とるかわからん。何人とるかわからんぞ。やめてくだされ。やめてくだされ。特に伊賀者たちは、追加殲滅作戦にて、さようでございます。あまりええ思い出がないよ。さあ、ということで、忍者隊はあちら方におるということでな、ぜひとも前で。では、改めて忍びの者たちを前へ。はっ。そして、この者たちに、拍手じゃ。わしの前だけはさっと行けばよいです。続いては写真撮影の儀第2弾じゃ。なるほどない。そう、わめくな、わめくな。さあ、では加藤清正よ、この後は3列作るでな。さあ、では今座っておる者たちは順次立ち上がり、秀吉との列、
わし徳川家康の列、そして加藤清正の列、いずれか一つに並ぶがよいと。では並び始めるがよい。そして並びながら聞くがよい。子供や体の不自由な者、足腰の痛い者、妊婦などをどうぞと前に出してやる。同時に異国から参りし海外の者たちもどうぞと前に出してやるんじゃぞ。